皆さんこんにちは、のりこです。今日は100円ショップでクリームの口金を買ってフラワークッキーを作ってみました。あんを混ぜたフラワークッキーなんですけど、なかなか難しかったです。あんに粉を混ぜて3分の2をピンク、3分の1を葉っぱ用の緑にしました。一番最初にこれはフラワーネイルという器具なんですけど、そこにペーパーを貼り付けます。土台となるアンクリームを3回ぐらい山を作ってベースを作ります。この後バラの中心部分を絞っていきます。ちょっとうまくできなかったので今回は詳しい解説はなしになります。外側の花びらを作っているところです。何回か何回かやってバラの形ができたらオーブン160度で15分焼きました。葉っぱも100均についていた口金で作っているので、葉っぱの形からちょっと違うんですけど、なんとか整えて一つできるたびにオーブンの台に置いていきます。今回はアンクリームの濃度がちょっと濃くなってしまってなかなか扱いにくかったので、ちょうどいいレシピが見つかるまで少し作り続けてみたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。